からそうですね、6年か7年前に購入したものが倉庫の隅にずっとこうやって放置されてたんですけど、よし、それをねどうしてもこの荷台のところに乗せたくって、このリアのこの面長さ、もともとだとここから40センチぐらい飛び出るんですけども、それ嫌だったんで真ん中でぶった切りました。で養生して色塗り替えて今こうやって積んでます。はい、これ取ります。これめちょっとここに切れ目あるんで目隠しのための色がいいフォローかけてあります。ちょっと外してみます。式のこうやってくるくる回すとこなんですけど、タイヤのホイールのナットここに溶接しました。今からちょっとトップアップします。なんかうるさいんで迷惑ですねこれすいません。こんな感じで上がります。はい、これで車中泊行けるんで、でこれちょぎったんですけど、この面に絶対合わせたくて、今だいたいネットの全長内側で175センチぐらいです。なので背高い人無理ですね僕ちっちゃいんでまだ入って寝れますけど、ちょっと中覗いてみます。いいよ。はいはい、板張り、今これ床こうやって張った感じで、はい、こういう風にパンタグラフ式ですね。ちょっと汚くなってますけど、もうだいぶ使ったんでね、